飢餓とは、食料の不足によって、栄養失調が続き、体調の維持が困難になっている状態である。世界の栄養失調人口の割合。緑色、2.5%未満。水色、2.5%以上5%未満。薄オレンジ色、5%から15%未満。黄色、15%から25%未満。 朱色25%以上35%未満、脳褐色35%以上、灰色、飼料なし。1958から61年の中国の大飢饉、1970年代と80年代から90年代にかけてのエチオピア大飢饉。国際連合食料農業機関では、食料を過不足の敷地を2700キロカロリーとしており、 21世紀に入り世界平均ではそれを満たしている。なお、表の数値は食料供給ベースであり、摂取量はその60から70%である。現在、飢餓状態にある人は世界中で約6億8780万人に上ると報告されている。特にアフリカには飢餓状態にある人が多く、飢餓蔓延率は世界で最も高いとされ、 飢餓人口は2019年には55カ国1億3500万人と今も増え続けている。1971年にはフランシス・ムア・ラッペが食べ物を止める者が浪費してしまうという富の格差が飢餓の根本的な原因であり政治的な問題であると告発した本がミリオンセラーとなった。1日1ドル以下で生活する絶対的貧困の状態がある。 2007年後半からの穀物の価格高騰は貧困層が買うことができる食料の量を減らした。上智大学のビセンテ・ボネットは UNDP の1日1人あたりキロカロリー供給量 FAO の世界の食肉消費量の統計などをもとに世界に飢えている人々がいるのは世界で生産されている食料が不足しているからという説明に下記の疑問を投げかけている。 世界的に見ると、特に南部アフリカに集中している。成人では、基礎代謝量は、体重の25から30倍、すなわち、体重 60kg の男性なら1500から 1800kcal ロロ程度である。人は、日々の活動のエネルギー源として、肝臓にグリコーゲンを蓄えているが、これは、絶食後、約1日で、すべて血糖となり、全身で使い果たされる。 グリコーゲンを使い果たした結果、血糖値が低下すると、肝臓中で脂肪酸の分解経路である β 酸化回路が活性化され、肝臓中の脂肪が β 酸化を経て、ケトン体に変化し血流中に流出する。ケトン体は全身でグルコースに変わるエネルギー源として利用される。従って栄養が欠乏するとまず肝臓や筋肉中のグリコーゲンが、次に肝脂肪が、 エネルギー源として使われる。飢餓状態がさらに進むと、体脂肪や皮下脂肪など、肝臓以外の脂肪が血流に乗って肝臓へと運ばれ、これも、また、肝臓でベータ酸化されて、ケトン体に変わり、同様にエネルギー源となる。これにより、人は理論上は水分の補給さえあれば、絶食状態で2から3ヶ月程度生存が可能であり、この限界を超えれば、 餓死に至る。例えば、仮に体重 70kg 体脂肪率20%とし、脂肪のカロリーを9キロカロリー g 絶食により運動強度が下がった結果として低下する基礎代謝量を1 2 0 0カロリー日とすると、7 0 k g 0 2 9カロリー g 1 2 0 0カロリー日イコール105日となり、この計算だと、 人は絶食後3ヶ月半ほど生存することができることになる。ただし、これはあくまでエネルギーの計算上というだけで、実際には健康な状態を維持することは不可能に近い。その理由は、人の体内では、タンパク質、核酸、無機塩類、その他様々な生理活性物質が緩やかに代謝回転しており、それらの新規合成のために、 必須アミノ酸や必須脂肪酸、ミネラル類や様々なビタミンなどを食物より摂取する必要があるからである。逆にこれらの摂取がない場合、筋肉などがアミノ酸に分解して別のタンパク質の合成のためのアミノ酸源や糖の原料として使われることになる。ありがとうございます。